二郎系大好きな私は、ロートつくものに強いときめきを覚えます。マシとかニンニクとかいうフレーズも大好きです。スカイラークグループが満を持して限定メニュー、よしろう野菜増し盛り付け汁そば、唐揚げ味玉好き1000円を出してきたので、チャレンジしてみました。100円追加して、そばを倍にします。たっぷり野菜とたっぷりニンニク、その盛り付けはまさに二郎、野菜の増し具合はかなりのものだ、推定12から3センチはあるかな。冷たいお蕎麦を熱いつけ汁につけて食べるスタイルで味玉&唐揚げ好きです。贅沢、揚げたての熱々唐揚げはとっても美味、野菜もたっぷり、こちらは温かく味もしっかりついているのでそのまま食べることができます。茹で野菜はニンニクと胡椒がたっぷりとかかっていて、体を内側から温めてくれます。適度に野菜を消化したところでそばに取り掛かります。温かいつけ汁に軽く浸してすする石臼挽きのそばは香りが豊かで、そばそのものの持ち味が生かされている。全体的に少し油っぽさはあったけど、食い替えのある一品。お盆にはオイラー油がついてきます。せっかくだからオイラー油して食べていきましょう。つゆはそこまで豚骨を感じず、どちらかというとそばつゆより、ただしつゆは濃い鋭さがあって、しょっぱいと言ってもいいくらい、だしや醤油の辛さだけではなく、ラー油も入っている辛さ、味としては間違いなくうまい。ただ、やはりちょっとしょっぱいので、ちょうど良い味になるくらいつけるつゆの量を調節すると良い。要は、盛りそばを食べるとき、そばの3分の1だけつゆに浸すという食べ方をする。そばマニアの間で、粋な食べ方をするのが望ましい。そば増しも、見た目の破壊力的には別皿じゃなく、同じ皿で2杯分を高く高く盛り付けて欲しかった。あと、野菜2倍の追加もして欲しいですね。唐揚げ屋なのに、そばも美味しい。しかも山盛りでニンニク増し。期間限定メニューは、よしろう野菜増し盛り付け汁そば、唐揚げ味玉好き、税込み、1000円です。その他のメニューも、美味しいので、ぜひ食べてみてください。ごちそうさまでした。